ウッチに入場する部隊を越兵するバイクス、マクシミリアン・フォン・バイクスは、ドイツの陸軍軍人。第二次世界大戦で、軍司令官、軍集団司令官などを務めた。最終階級は元帥。バイクスは、バイエルン王国の由緒ある貴族の家系の出身であり、フルネームは、マクシミリアン・マリア・ヨーゼフ・カール・ガブリエル・ラ・モラル。 ライヒスフライヘアフォヌンとツーバイクスアンデアグローンである。デッサウに生まれる。19歳のトキランツフートにある、重機兵、第二連隊に入営し、そこで中尉まで昇進する。1905年1908年には、連隊長副官を務める。ミュンヘンの機兵学校と、陸軍大学で学んだ後、バイエルに参謀本部付けとなる。 1914年に大尉に昇進。同年第一次世界大戦が勃発すると、参謀将校として、バイエルン騎兵師団に配属される。10月、第四バイエルン騎兵旅団の副官に転属。1915年に、第五不評師団自席参謀。終戦時の1918年に、バイエルン大通軍団参謀となる。 ベルサイユ条約締結後、第23旅団参謀に転じる。1923年から3年間、第3期兵士団参謀を、少佐に昇進にした後、1923年に、第18期兵連隊で、大隊長。ついで1928年まで不評学校の、戦術教官を務める。1928年2月、 中佐に昇進し、第18期兵連隊長に補えされる。1930年、第1期兵師団参謀長。同年大佐に昇進し、1933年に、少将に昇進して、第3軍管区不評司令官に任命される。同年10月、第3期兵師団長に補えされる。1935年、 バイクスの指揮下にあった第3騎兵士団は、第1装甲士団に改編された。同年4月、中将に昇進。1936年、騎兵大将に昇進し、さらに翌年第13軍団長に補えされた。1939年3月、バイクスの軍団はチェコスロバキアに進駐した。同年、第二次世界大戦が勃発すると、 バイクスは第13軍団を率いてポーランド進攻作戦に従事しワルシャワ攻略に参加した。10月、第2軍司令官に補えされ、翌年の西方電撃戦に参加。フランス降伏後の7月19日に上級大将に昇進した。翌1941年4月、第2軍を率いてバルカン半島作戦に参加、ユーゴスラビアを降伏させた。 同年6月に開始されたバルバロッサ作戦では第2軍は南方軍集団の霊下に入った。翌1942年7月ブラウ作戦発動に伴い新設された B 軍集団の指揮を引き継ぐ。スターリングラードの戦いに敗れた直後の1943年2月に元帥に劣せられるが第6軍を失った B 軍集団は 再度南方軍集団に統合され、クルスク構成が行われた同年7月に、バイクスは相当付け呼びとなった。直後の1943年8月に現場復帰し、バルカン半島の占領を担当する南東戦域司令官及び F 軍集団司令官に任命された。ソ連軍がバルカン半島に逆進行した1944年秋、バイクスは バルカン半島中流軍とドイツ本国との分断の危険を国防軍最高司令部に上申しヒトラーの指令により全ドイツ軍はギリシア及びユーゴスラビアから撤収したドイツの敗戦が目前に迫っていた1945年3月バイクスは相当月となり軍務から離れた1945年5月2日 バイエルン州エッタールでアメリカ軍の捕虜となった。バルカン半島占領時の戦争犯罪容疑で国際軍事法廷に起訴されたが健康状態の悪化を理由に釈放され不起訴処分となった。陰性先のボン,キンコーレースベルク城で死去した。ありがとうございます。